さあ今回はですね、この真ん中にある顔の表情がこう変化していくね、ムードというローグライクアクションゲームを遊んでいきます。さあチュートリアルですね、基本的な操作方法を学びますよと。まあこれやっていきましょうか。再生かな。さあこの何もないロボットを使っていくんですね。おお。さあ、あれをかわしていけばいいのかな。前方の弾丸を避けてください。ダッシュ。オッケー。戦闘中はブーストにクールダウンがあるよと。まあ、今のように連続でできないよと。次に重火器能力を評価します。お、銃ゲット。で、なんかリロードのタイミングありそうだね。さあ、ギアのスクラップが出てきた。これね。疲労習慣を身につけるのが最善ですと。バレル、クレート、壺、倒れた敵からこれらがドロップする可能性がある。あんま落ちないみたいだね。さあ、ここにアドインが入ってるよと。実際には3つありますが、一つだけ選ぶことができる。武器の改造だよね。まあ、今持ってるこの銃に、横に追加の弾が発射する確率17%。射撃が電撃の場引き起こす。捕まった全員の敵にダメージ。おお、これじゃないか。あ、で、何個入った今。結構入ったよね、改造。その効果は組み合わせ可能である。テント電気となんか氷とか炎とか。現在の武器を装備してドラッグ&ドロップ。タブでインベントリ開いて、でこの改造みたいなやつは6個まで入るんだね。でアドインで、これは弾丸が敵を火にかける。ああ、いいね。電気と炎。これで戻ればいいか。あ、電気は自分から出るんだね。さあ、訓練ダミー弾丸撃ちましょうと。敵のど真ん中で撃っても電気でダメージ与えれると。ムードセッターにアクセスしてプライドの感情コンポーネントをシステムにダウンロードしてください。これ顔が入れるわけだね。クラス、これ何？左下、普通の顔じゃない。割とあなた汚染されていないと。新しい能力を使って前方の弾丸の連射を避けてください。新しい能力。これを超えらんないんですけど、そもそも。あ、右行くね。あ、防御ゲットしたのか。そこでもいけるのかな。持ってくれた。さあ、廃棄場みたいなとこから出されまして、逆襲ですね。捨てた。こいつを捨てた人間の復讐が始まると。感情に接触しました。腐敗していないですと。感情に接触すると腐敗するんだね、普通は。メック社会をかつての栄光に、あるいはその一部でも取り戻すことが目標。全然文字化けで分かんない。キングなんとか、水戸なんとか、カタカナじゃないのかな、これって。ここに漢字入ることあんのかな。と名乗るメックを倒してくださいと。あ、敵もメックなんだね。あなたが破壊された場合、新しいボディに再アップロードし、再挑戦できると。
メック対メックなんだ。ここでクラスが変えれんだよね。さあここでね、行く前にクラスチェンジできるんですけど、さっき使ったのがこの盾ね、誇らしげな守備、守護、誇りの感情ね。で左が喜びの感情。能力は砲台を置くのか、怒り狂う怒りの感情。一時的に無限の弾薬を得て、あ、めっちゃ撃てると。こいついいな。悲しみの感情ね。注意を引くための犬を召喚する。で、愛の感情、敵を魅了すると。うわー気になるな。まず怒りだな。怒りでいってみましょう。これでレベルに入ると。武器クレート、アドインクレート、武器かな。おお、すごいすごいすごい。これは強いんじゃないか、だいぶ。よし、ちょっと音量下げましたね。飛翔中に有毒な水溜めの落とす確率がある。弾丸貫通する。クリティカルヒットで跳ね返ると。クリティカルは分かんないな。これいってみるか。よし、行ってみよう行ってみよう。うおー、で下か。で技を使うと無限に撃てると。おー、いいね。何を上げていこうかな。じゃあアドインを考えないと。ファストリロードは、あの右のやつが黄色いときに R を押せばいいんだね。ここね。あー、読まれなかった。一瞬だね、割と。失敗と。戦い流れるの難しいな。あれ、今間に合ってないか。あれ ?R で合ってるよね。一瞬すぎるんだけど、ちょっと待って待って待って。あ、できるできる。合っていますね。あ、待って、右右右。これ進んじゃうか。じゃあ戻ろう。これ小部屋に何かあるはずで。来た。あ、武器ですね。一応一つの武器を使用できるが、二つ持ち運ぶことができる。あー、これ交換できると。ブレイズキャノン。ああ、使用者にもダメージが来る可能性がある。エクスパンションライフル。多数のアドインを保持するために特別に設計されたシンプルなライフル。この数字なり596。これなんか高いな。これにするか。これで、こっちが特別なライフルね。変えても勝手に脅されないと。まあ行ってみるか。次、武器はもう取ったから、あれ変えれないか。アドインが欲しいですね、できたら。おお、真ん中やつ守られてるのかな。やばいやばい。ティ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 。
これ壊してみるか。あ、オッケーオッケー、これで破壊できると。めちゃくちゃ硬かったもんね。この小部屋はお、ルーレット、ギアのクズと引き換えにさまざまな商品を取引している。あ、普通に買い物か。あ、これどっちにつけるか選べるんだね。マガジンサイズ、お、武器も売ってる。あ、高いな。ドローンスクワット、同期して行動し発射する改造ドローン、高え。これは防御力かな、発射速度、まあ、弾薬数を右につけるか。あ、ギャンブラー20、あ、できます。行きましょう。出るかな。負けました。お、アスターボンドメイド、庭師ね。ちょっと怒ってますね。クエスト的なことね。ジョーロを見つけると、ここにあるのかな。ここにないから探してんのかな。撃ちまくれい。リロード左クリックでもいいんだね。オッケーオッケー。あれよりやりやすいかなと。お、いいね、これならできるぞ。よし、ショップスプにはいけないか。進んでみよう。リロードしていこう。これは戦いでありますね。うわ、危ねえ。撃ちまくれ、撃ちまくれ。なら強い武器の方がいいのかな。どんな武器でもいいんだよね、多分。リロードが長い武器とかね。自爆する雲かな。うわ、でかい。レベルアップ。オッケー。で、お、ボスルーム。まず C でレベルアップで、弾丸のサイズと射程が強化される。怒りの突進が終わると周囲にダメージ、あの技ね。武器ダメージが増加し武器の精度が下がる。これっしょ。パワーアップ、全武器ってことだよね、多分。お、待って、左あるぞ。ジョーロがあればいいなと。これ全然違うね。お、これ武器じゃない。ちょっと待って、てことはこれ外せばよかったのかな。ドローンスカット気になるんだよね。これ入れてみよう。あ、アドインでも来てます。これをつけとくか。ちょ、どんな感じなの、ドローンとやらは。あ、ジョロ、ジョロ拾ったんだな。じゃあ届けに行くか。テレポート。あ、来てやったぞ。テスト完了ね。あ、そういう攻撃なんだね。なるほど。あんま使わんかな。ボス、なんかボスはね、感情のやり取りするみたいで、
相手がもし我らの方にあったら私が勇敢に戦ったと伝えてくれるかと。で左上がそれ以上のことをしてやる、あなたを追放した彼にお仕置きをしてやると。これ愛かな、なんだろう、紫色で、左下怒り、お前の方にあったら焼け焦げたワイヤーだけが残るまで破壊してやる。で右上が実は彼に会える予定のノックノック条項を考えて彼に伝える予定かな。この手敵が強くなったりするみたいで怒らせたいと、条項を伝えないと、もうこれ伝えないって言ってるわけですから、この最低の今までミトロンを悩ませる前にあなたを粉々にしてやる。これバレリーね、バレリーは爆弾用意して打ちのめす条項を嫌うと、多分怒ってますね。あいつ早いな動きが。遠いとさすがに届かないか。食らっちまいました今。おお、ああそういう攻撃ね。盾がないじゃん、あれはもうジャスト回避しかないのか。そう考えると盾キャラ使いやすいんだろうな。おお、動きが読みづらすぎる、やべえやべえ。ビームは攻略できなかったですけど、爆発はそんな大したことなかったね。弾が分裂、プレイヤーが引き起こすすべての爆弾爆発が核爆発になると。爆発は引き起こしてないですからね。あ、弾がね飛行中に爆発する爆弾を落とす可能性、あ、まあ、そしてそこからのこのアトミックアドインか、 13% で爆発すると。あ、これね、わ、いやでもだいぶ出ますね、弾幕キャラにはだいぶふさわしいなと。いきますか、結構食らったな。武器はもういいので、だって帰んのこれ、こうか、ギアスクラップ、まあこっちにしましょうか。まあなんか次武器っぽいけどね、結局回復できんのかな。下適当に打ちまくっても、当たるかさておき飛び交うと。お、やった、報酬じゃない、さっきのやつ欲しいな。あ、そうか、ここだともう箱から出るのが武器のとこなら武器でも完全に決まっちゃうんだね。じゃあアドイン取りにアドインのやつ行かないといけないのか。260個集まったんで、さっき右側にあったなんかアーマーみたいなやつもこれ買えるかな。アドイン、アドインクレート、アーマークレート、あ、アーマーいいな。こっち行こう。こうやって報酬選んでいけるんだね。アドインはなんかレベルアップとかでもないわけなんで、武器が決まったらもうアドインばっかの方がね強くなりそう。召喚すんのかな。行ってみるか。おら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 。なんでこれ当たんないの。なかなかこれ当たんないね。戻せ戻せ。火力は高そうだったけど、あ、オンショップだ、ごめんごめん、違う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 、怒らせたら殺されそうだね。
ブーメランドイン、弾丸が元の位置に戻る。じゃあまずこっちっしょ。初回一度値プラス3、爆発耐性、これ買うか。これは何？あ、それぞれ場所があるんだね、対応する。まだ買えるかな。アーマーパーツ今ここでまあ強化できて耐久値が上がるよと。盾キャラでもない限りはこういうのでいかないとダメですよね。弾丸敵を放射性にして近くのメカ全てにダメージ与える確率が上がる 20%。 これいくか。アドインめっちゃつくのでつけまくれば OK と。危ね、さあこのタイミングがめちゃくちゃ後の時は押さんでもいい気するんだけど、いや狭い狭い狭い。 OK、 ここは経験値だけってことか。マップが基本的にこうエリア制に分かれてるけど狭いね。こことかならこっちの方がいいのか。右はそれだけど敵の真ん中に立つのは怖いけどね。それで何もなさそうかな。敵の攻撃当たりづらい角度作って移動していくと。よし、あボスルーム、わボスか、ちょっと苦しいね。これアーマー選んだので、あれさっきアーマーつけなかったっけ。ヘルスプラス中、初回シールド追加の最後のシールドか。初回と最後どういう意味なんだろうね。あ、リロード早くなるのいいな。5点増えますし。あれさっき、あヘルメットか、5箇所もあんだね。なるほど。うわ何がいいんだろうな、そうなると。何時は栄光の公爵か、こいつか。レオトロンの前に立っている。あ、何時はエコの公爵、レオトロンの前に立っていると。この度はここで終わりだ。不吉な侵入者よ。さあ、怒り。この王国が廃墟と化す時まで、我が旅は終わらない。これなんだ。そして、もちろんこの男も複数の武器を使い、私の場合の大きさだ。公平だと思わないけどなと。誇りかな？愛と慈悲の心を持ってお前の前に来た。武器を置き、友情の抱擁しようではないか、公爵。地位をね、乗り越えて、抱擁しようではないか。お前の不適切な方言により偉大なレオトロンを怒らせたな。基本怒ってるぞ、あいつら。突進すると。何しても怒りそうだけどな、じゃあ。硬そう。聞かないね。後ろからとか？あ、聞いた聞いた。うわ、羽、長弾すんのか。こい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 。あの状態だったら無敵っぽいんだよね。他のことをした方がいいと思うんで。敵を倒しますか、今のうちに。あいつに繋がってんね。うわ、やばいやばい。やばいとこにいたね、今。
これまた効かない状態。あ、来た来た来た。あ、でも死にそうだな。盾もないし。打ちまくりでちょっと早めに進めて、これとか壊して状態を多分変えないと、いける状態にもならないはず。そう、これでこのネジネジになってネジネジ破壊して、はい、つくばると。あぶね、若干届かないんだよな。よし、来た来た来た。よし、ギリ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 の勝利。終わったな。愛を信じないから。弾丸が雲を生成する。雷の鷹があなたの周囲を回る。不規則な雷の方で、ああ雷だ。何しても 20% で武器の 75%、 20% で武器の 60% ならこっちの方が強そうですけど、不規則な雷の放電ね、当たりやすいのかな、こっちの方が。こっちかな。もう死ぬんですけど。回復ない、回復。武器クレート、あれ他ないのか。アーマークレート、あ、この2択だね。小麦は回復っぽいけど選べないですね。こっちか、行くしかない。この体力に行くのかな。あで、アーマー15になって、これ増えたってことだよね、最初のやつが。キャパシティインフューザー、武器アドインまたアーマーパーツアップグレードできますよと。あー、ギアスクラップあったっけ。使ってはないと思うけど。101、左は無理ですね。武器の強化か、これがアドインの強化ね。右なんだ。あ、シールド強化か。あ、これいいね。わあ、結構使うな、ギアね。使い道が広いですね。武器2個あるけど基本使わないよね。強い方を使うというか、なんか使い分けて持っとかないといけないのかな。またミトロンを倒したいのですかと。あ、もし騎士たちを倒すのを手伝ってくれるなら 2.3% の報酬。少なすぎるね。 20.3% でしょ。どの感情なんだろうね。誇りかな。怒りではないんだよね。怒りのキャラだから怒り使うってわけでもないんだね。最初のチェストを開く。あ、こっちか。やべ、使っちゃった。今無駄にスキル。まずいって、まずいって。ちょっと準備が。できたら戦いやましたくないのに。よし、あれ勝ったよね。勝ったね。オッケー、お前ルブ持っていけ。いやー、行こっかな。でも先なくないですかね、これ。やらないといけないんじゃないか。進むやつがないんだけど。あ、こっちか。まあ、別の戦い、まあこっちが普通の戦いだね、どっちかっていうと。やべ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 、詰まってた。やべ、もう盾もない。あ、タレットめっちゃ回れてる。あいつは死んでいる。さあ帰ろう。
タレットでやりましたね。で戻ると永続強化とかできるみたいで、あ怒りのやつがね回収されました。ミッション終わる前に死んでしまったかと。いやさすがにねきついわ。どうやって強化するんだろう。話しかけがいろいろいまして、こいつは違いそうだね。有効的なヘルパー、ああれじゃん、庭師じゃなかったこいつって。あ来た来た、これこれ、こういう強化よ。最初のシェドブロックのシェド値 SDT ユニットを使用するたびに自身を回復する。おお、 SDT ユニット経験値が減ると必要な攻撃力ないんだな。それは武器とかの解放かな。さあ今回はねこの感情ごとのキャラクターを、まあ武器も変わるんで技も変わりますね。これ進んでいってボス戦ではなんか敵煽ったりすることで強くなる、弱くすることもできるのかな。そうそう、この悲しみだと敵に同情してもらえそうな感じもするんですけど、敵の動きのパターンが変わるんですかね。追加の攻撃みたいな感じになってるんで、ここで難易度がどんくらい変わってるか気になるよね。あの選択肢で沈黙もあるっぽいんですけど、まあ、このゲームのこの感情らしさっていうところを使っていくと